この格好だと動きやすいんでな、存分に行かせてもらうぜ。立って明日を迎えようぜ。なんてな。有利にプリン作ってもらえなくなるからね。俺ってのは決定事項かよ。剣を吠えろ、雷神双鏡が。さあ行こう。敵なんですけど。いって、王が爆発。ほらよ、炎よ燃えやがれ、電波扇風機。私は逃げないわ。やっちゃおっかな。シンクの爆炎、我が身、これは全てを焼き尽くす暴爆容疑。イッセルのドライブ、行くよ。継がれゆく意志、今を超える力になるの。刻め、ラブピーント。ちょっとご老次郎ってな、一丁思いで打ち上げようぜ。そらよ、一発入魂。結構奥まで来たけど、まだかな。そろそろのはずですが。カナタ、見て、あそこにあるのって扉だ。すごい、洞窟の中に本当に扉があるよ。あれが開かずの扉なんだね。到着ですか。では、私はここまでのようですね。カバさん、どうもありがとうございました。貴重なお話、本当にありがとうございました。いえいえ、皆様お元気で。じゃあな、カーバス。まあ、一応、なんつうか、その、軽く礼言っといてくれ。白蓮に。素直やないな。うっせ。伝えておきましょう。オーレン様がとても感謝していたと。それでは皆様のご分をお祈りしております。また会う日まで。よし、じゃあ俺たちはこの扉を開けて。ようやく図書館に入れるのね。うん、そして見つけるんだ、キャスクの居場所が書いてある資料を。よーし、扉を開こう。あれ？開かない。そらそやろ、開かずの扉なんやし。何やってんだよ、どけ。オラオラ！ちょっとビシャス、撃つなら撃つ言うてくれへん？耳の奥キーンなったわ。少しは考えて行動しろ。図書館付近にいる警備兵に気づかれたらどうするつもりだ。警備兵については多分大丈夫だ。図書館の構造上、ここは入り口から最も離れた場所にある。防音の建物の外にまで銃声が漏れることはまずありえねえさ。だろ？全部俺の計算通りってわけ。嘘の目や、うちにはわかる。でも見て、今ので扉の鍵が。これで開けられるな。お先に。あ、待ってよオーレン、ずるい。ここがすごい、本がこんなにいっぱい。はえー、これ全部読むのに何年かかるんやろ。うち100回生まれ変わっても無理や。無駄口を叩いている余裕はないぞ。これはあくまで潜入だ。いつ気づかれてもおかしくない。じゃあ行動は迅速にだね。手分けして探すぞ。
キャスクに関する資料を